みなさんこんこにちは、えー、今日は新型コロナウイルス対策といたしまして多くの方が集まられます大規模集客施設に対する土曜日、日曜日の休業要請についてもう1点は、えー、高齢者の皆さんに対するワクチンこの福岡県広域接種センターの開設についてこの2点について 本県では12日の緊急事態措置の開始から8日間が経過をいたしましたちょうど1か月前でございますが4月の20日から本県では県単独の対策を開始いたしましたがこの4月20日以降不要不急の外出の自粛また、 飲食店等の皆さんに対しての営業時間の短縮のお願いなど厳しい要請を続けさせていただいております。多くの県民の皆様、事業者の皆様のご理解とご協力を賜っておりますことに深く感謝を申し上げます。えまず今の状況を申し上げます。モニターにございますが。 人出の状況を掲げております平日土曜日曜ともにですね2022年2021年1月とありますが真ん中の欄1月の緊急事態宣言時に比べますと人出は減少をいたしておりますしかし1年前の2020年4月この1回目の 緊急事態宣言の時と比べますと大幅にま増加をしておる減っていないということですねいう状況にございます。えそして新規の陽性者数でございますが5月12日には過去最多の634人になりました。えこの4日間ほどを見ますとですね前の週の同一同一曜日と比べますと。 減少しておりますけれども、昨日は再び500人台になる、やはり高い水準で推移をしていると言わざるを得ません、さらに医療提供体制について申し上げますと、病床使用率、5月19日、昨日の時点で77.5%、このうち重症病床の使用率を申し上げますと、 しかし、入院者数のピークというものは、この新規陽性者数のピークから遅れてまいります、まあ、1週間ぐらい遅れてくるとも言われております。現在の感染状況というものが続きますと、非常に深刻な医療の提供状況、 体制の問題が生じるということが懸念されるわけでございます。今回の感染の波これは前回の波を大きく上回っております。従来の株に比べまして感染性が強い変異株、この変異株への置き換わりも相当進んでおります。このようなことを考えますと、より一層人手を減らしていく必要がございます。 この緊急事態宣言措置、これは5月31日までというふうに、今、設定をされております。なんとしてもこの措置を終わらせるということのために、多くの方が集まる集客施設について、新たな措置、一段強い措置をですねお願いをせざるを得ないというふうに判断し、決定をしたところでございます。 また、ご不便をおかけする県民の皆様には、心苦しく思っておりますが、何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。具体的に新たな措置についてご説明をいたします。千平米を超える集客施設、具体的に申しますと、百貨店、デパートですね、あるいはショッピングセンター、 この商業施設には、いろいろなものが売っておられるわけでございますが、生活必需品の販売、生活必需サービスといったものはですね、除くということでございます。それから遊技場、これはパチンコ店やゲームセンターなどを指しております。それから遊興施設、これは競馬やボートレース、 場外馬券売り場等の有供施設、またスーパー銭湯やエステティックサロン等の生活あ失礼しますサービス業、これも先ほど申しましたが、生活必需サービスは除きます。こういった千平米を超える集客施設につきましては、緊急事態宣言中、20時までの営業時間の短縮をお願いをしておったところでございますが、このたび、 改めて5月22日以降は土曜日日曜日の休業をお願いを申し上げます。ご協力をいただきました施設に対しましては協力金を支給させていただきたいと思います。また今回の要請の対象外となっております、えー、休,休業要請の対象外となっております集客施設の皆さんも改めてお願いをしたいんですが。 施設の内、あるいは外、内外で,です、ね、混雑が生じることがないように、入場者の皆さん、お客様の整理、また入店の制限、またそのための誘導、こういったものをです、ね、徹底していただきたいというふうにお願いを申し上げます。 それから次にです、ね、出勤をされる方の削減についてお願いをしたいと思います。今、土曜、日曜の大型の集客施設の休業要請についてご説明しましたが、どうしても平日はです、ね、出勤をされる方も多いわけでございまして、在宅勤務等の徹底というものも改めてお願いをしたいと思います。 今、事業者の皆様には、出勤者の7割削減を目指して、在宅勤務、テレワーク、あるいは出勤する場合でもローテーション勤務、またどうしても出勤する場合には、自差出勤などの活用、こういったものをお願いをしておりますが、人と人との接触をです、ね、さらに減らしていくという取り組みをです、ね、強力に推進をしていきたいと、改めてお願いをしたいと思います。県庁におきましてもです、ね、この感染症対策 あるいは児童相談所などです、ね、県民の皆さんの命、あるいは財産を守るために不可欠な業務に従事する職員を除きまして、在宅勤務や休暇を用いての出勤者削減に取り組んでおります。5月14日の時点で、県庁においては67.5%という状況でございまして、7割近い削減を図っております。どうか事業者の皆様 この出勤者の削減の取り組み一段とご協力をよろしくお願い申し上げます。まあこのようなお願いをした上で県民の皆様にお願いでございます。え今回ですね、まあデパートでありますとかパチンコ店など土日の休業を要請するわけでございますが、えこれは九州知事会でも 強く呼びかけを行っているところでございます。隣県など他県になど県境をまたいでですね。えー、飲食あるいは旅行、あ、そのような不要不急のですね。移動は慎んでいただきたい。えー、やはり隣県の知事さんからもですね。非常に懸念をする声も聞いております。え、この今回、このような強い措置をお願いしますと、あ、福岡では。 あ、できないんなら、ああ、じゃあ隣行こうという風うなお考えもあろうかと思いますが、これは？厳に謹んでいただきたいという風うに思います何卒、県民の皆さ様県境をまたぐ不要不急の移動をやめていただきたいと思います。よろしくお願いを申し上げます。 そして、まあ、繰り返しお願いをしているところでございますが、日中、夜間を問わず、不要不急の外出自粛、これはすべての県民の皆様に徹底をお願いしたいと思います。今、お出かけになろうとする用事、お買い物、そういったものが本当に今、必要であるのか、急ぐことなのか、今一度、今一瞬、立ち止まって考えていただき、 社会の一員として、慎重かつ責任ある行動を取っていただきますように、私たちの大切な人の命と健康を守るために、何卒ご協力を賜りますように、よろしくお願い申し上げます。次に、に医療提供体制についてでございますが、 これは昨日、部局からのブリーフィングにおいても、お数字はご説明をいたしております。4月19日時点では802床でございましたが、随時増床を図りまして、現在は1206床を確保いたしております。このうち重症病床は111床でございましたものを今、158床に増床をいたしております。この中でも、特に重症病床につきましてはですね、 やはり専門性の高い大学病院等のご協力が不可欠でございます。私からも直接、大学病院の院長先生にもご連絡をお願いをいたしまして、重症病床の確保をお願いをしているところでございます。また、ホテル等の宿泊療養施設につきましては、5月以降、新たに2施設を開設をいたしまして、現在1734室確保いたしております。 病床については、1220床を当面の目標としておりますが、できるだけ早くさらに1480床を確保したい、宿泊療養施設につきましても、2000室を目標に進めておりまして、近日中にはさらに新しいホテルの開設もできるものと見込んでおるところでございます。 次にワクチンについてでございます。福岡県広域接種センター、ワクチンの接種センターでございます。この解説についてご説明を申し上げます。やはりこの新型コロナ、この感染の防止の切り札として期待をしております。県民の皆様の期待も高いワクチンでございます。 接種の完了をを目指しててて取りり組みを続けいいただいておりますこの市町村の取り組みを支援するためにもです、ね、県といたしましては、接種を希望する県内にお住まいの高齢者の皆さんが、7月末までに皆さん、接種が完了できますように、県の広域接種センターを2か所開設することを決定をいたしました。1カ所は

用いますワクチンは先般から我々国の接種センターをお願いしたときに政府の方からも県が開設する場合にはモデルナ社製のワクチンを確保するというお話をいただいております。このモデルナ社製を用いてこの両施設において2回を接種することになります。モデルナの場合は接種間隔は4週間。 使っておりますファイザーは3週間でございますが、モデルナは接種間隔は4週間ということでございまして、まあ、6月に打っていただいた方は、7月にもう1回目を打っていただいて、2回の接種を完了するということになります。で対象者でございますけれども、まあ、これにつきましてはです、ねえー、なぜこの田川と美山かということにもなるわけですが。 7月末までのワクチン接種の終了が困難であるというふうに表明されておる市町村、または集団接種会場を県が設置して対応していただくとありがたいというふうな申し出をいただいておる市町村、この市町村にお住まいの高齢者の方を、まずは対象として行っていきたいというふうに考えております。 会場までの移動手段というものも必要でございます。これについても、最寄りの駅からのバス等での輸送というものも考えております。6月上旬から予約の受付を開始したいと考えておりまして、現在準備をす、あの要員の確保等の準備を進めておるところでございまして、詳細については決定次第、後日、改めてお知らせを申し上げます。 今あの休業要請、そして広域接種センターについてご説明を申し上げました、県民の皆様、事業者の皆様におかれましては、引き続きご不便、ご苦労をおかけすることになりますが、何卒よろしくご協力のほどお願いを申し上げます。